逆になんか今初さんの動揺のしっぷりから、うん、いじりづらい相手なのかなって。ちょっとまあいいや、あと何見たっけな。最近ロール流行ってますね。お前何回言うんだその話。3回目だぞ。ないぼないぼめちゃくちゃ怪しい動きしちゃった。自己申告制はにゃメインではいて、貨物、あと展望デッキの停電の前まで行きました。うわ、そんなに行けたんですか。すごい。はにゃじゃなくて、はや、はやだったね。はや、はや、私も女性のとこにしゅうねちゃんと重なったんですけどね。なんかワンテンポじっと見られた後に来られた気がしたんで、怖い、誰だお前はと。ちょっとだけ途中でやめました。目悪い人。タクヤさんさっきからほとんどいないんだけど。タクヤ怪しい時しか声聞いてねえぞ。タクヤさんもしかして死にやすい動きしてるんじゃないですか。あー、おしゃれ。あれで俺の動画送るから見よって。あ、じゃあ死にやりますか。出しますか。見てない。いや、ハツがエンジンだけで一緒で、メインでも見たと思うんですけど、右側に行ってるのかな。なんだ。そうですね、僕はそのままシャワーの方に抜けてるんですけど。最終どこですか。最終シャワーです。なら、シャワーのどこらへん。え、タオル集めてたんで、どの辺だろう、どの辺だろう。シャワーヘッドの方の方だと思うんですけど。めっちゃあらあら言われてる。うん、いたかな。え、いました。私はシャワーでタスク、タオルタスク終わって最後はアーカイブに入ってますけど。あー、停電って誰が直してます。はい、あら、展望だよね。はい。あのすけさんね、のすけさん直してるのね。あの、のすけさん、ごめんなさい、初めまして。初めまして。初めまして。ん？誰は？誰を知ってるスナッパイさんは？キッチンにおりました。はい。はい、スナッパイさん、キッチンにいます。これ、結局、その、たくやさんの生まれからすべての死人は、初さんのそれだけですか、これ。あ、マジ？わかんねえな、先生。よぼいの。え、でも僕がシャワーに行って見てないってことは、右に行ってるのとしたらエレクトリカルの方に抜けてると思うんですけど、エレクトリカルの、まあ、そうなりますよね。そうですよね、だからセキュリティか。テラゾーフィーさんどこいる。テラゾーはミーティングルームの下、リフトのはしごの前ぐらいです。シウネさんに見られてる、見えてる。え、見てます。僕が金庫で見てます。 あ、はい、そうなんだ。セフィーさんも見てるはず。シウネさんの後ろについてます。はい、あー、そうなんだ。じゃあセフィーさんもいるの。います、います。タクヤさんが超変な動きしてなかったら先端さんはできない。うん、うん、てかまあ大体寺蔵さん、セルフィーさん、亀田さん、寺、うん、シユネさん、僕で、ノスケさんまで、うん、ヨッチもいた。あ、ヨッチさんも無理、ヨッチさんも無理。はい、じゃあ赤目田さんと並走してミーティングです。じゃあ私怪しい位置にいるので言いますね。シェリフです。はい。おお、はい、じゃあもう初スナパイローラーで落ちそうじゃない。いや、ノスケさんとちゃんと死にあるよ。え、でもだから電気の方に行ってたらって話ですね。ハツさん、まあ、そうだね。iPhone になっちゃうと。いや、なんかめっちゃスナパイさんなんか容疑者1にいるね、今日。めちゃくちゃなんか変なメタになっちゃうからさ、あんま考えんとこ、ちゃんと自分の考えたことに自信を持とう。実話を
あ、そう、スパム対策で、そういえば、あの、チャンネル限定しておきました。ナイスボタン。僕、スナパイさんは、キッチンから僕が展望に、その停電中に入るときに重なって、僕、停電直して、キッチン戻って、いなくてって感じなんで、全然そこから先はもう出せません、何も。僕がやってる、それだったら僕がノスケットに切ってるよ。それはそう。それは白いわ、スナパイさん。まあまあまあ、はい。はい、冗談です。じゃあ、猫好きに。え、なに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 、あれ、シルフィーなかった？全然でもあると思う、スタッパイさんは。僕のことをマットだと思ったから一応あの、僕は死にしてないんで教えてほしいんですけど、セルフィーさんとヨツハさんって誰かどういう形で白が出てるんですか？コックピットから並走してミーティングに行って、赤目田さんがボタンを押してるという感じ。あ、なるほど。セルフィーさんも？いや、僕は、コックピット込みエンジン寄宿舎で金庫でセンターさんと一緒にいる感じですかね、ほぼほぼ。あー、そうなんだ、はい、センターの後ろから来てんの、セルフィーさんって。あ、センターさんが多分先に金庫に入ってた記憶があるんで。いや、違いますね。僕が入ったら、寺蔵さんとセルフィーさんがいました。あ、で、寺蔵さんが真ん中の、ダイヤのところで、セルフィーさんがあの着替えのところにいました。両方カメラ映る位置だったと思います。あ、そうなんだ。あ、合ってます。はい、それは。じゃあ、メインから右側な気がしますけどね。うん、まあ聞いてる感じはね。メインから来た人はいないんですか、ミーティングに来たチームで。いないと思う。私がメイン脇でアーカイブまで行って誰とも会ってない。そっかそっかそっか。高め、はい、田さんはエンジン脇でって感じですかね、ボタン。ボタン、そうだったかな、ごめんなさい。あ、でも赤目田さんコックピットから一緒ですよ、ずっと。停電前から並走しててって感じ。うんうん、そうです。自分がね、いやー、ごめん、どうなるんだ、だから、ちょっと。いや、でも、メインより右やったら、スナパイさん厳しそうやね。一応言ってくと、宿舎前通路に上がってきたメンバーで、一番、遅かったのがしゅうねさんってことでいいかな。いや、違う、センターさんと並走してます。はい、スキップ了解でーす。センターさんと並走してて、センターさんは金庫行って、私はミーティングに登ってるんで、私、はい、うん、ことは大丈夫ですね。はい。はい。やっぱなんか遊んでいいんじゃねえかって思っちゃうけど。はい。確かに情報出したのもね、ハズさんだ。なんだってどうだっていい。そう、今すぐ君に会いたい。野崎くん続きやんねえかな。一貫少女野崎くん。だいぶ進んでるよね、多分ね。アニメ、漫画の部分が足りないとかじゃないよね。髪を揃おう。坊主にね、したいな。頭の形がさ、悪いからさ、坊主したらさ、なんかデコボコフレンズなんだよね。ないぼう。アーカイブで死んでます、初さんがやってると思います。あら。カメラなんかすか、テラゾさん。僕はモニターからカメラを映してます。ミーティングにスナパイさん、貨物だったかな、四つ。四つはどこに？はい、手で回ってます。貨物で合ってる。うん、でも合ってると思う。確かに脇の時点でセルフィーさんがその辺にいたのを見ており、ハツさんをシャワーの上に置いて、私今エンジンで赤目田さんがベントタスクしてるのを見てるので。あ、ありがとうございます。はい。何か反論はあるか？ハツさん。そうですね。でも。自主点1切れ目も初なんで、そうなってくると、うまそうだよね。1切れ目も初なのかなっていう。こら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 。たくさん情報出さなかったらめっちゃ。これ、髪切れちゃったもん。もう誰も竹谷さん見てなかったかもしれない。いやこれ、初さんがさ、自供したってことは、相方が苦しむじゃないですか。はい、相方苦しめてもいいと思えるような相手が相方なんじゃないでしょうか。誰や、どこですか。やべえ、落ち見るな、落ち見るな。なるほど、鶴だすけ。やめて、俺じゃないから。それも、なんかそれちょっとあのめちゃくちゃあれなんで、ちょっとなんかあの初さんがド S の可能性ありますけどね。スナパイ初あるな、スナパイ初あるな。逆になんか今初さんの同様のしっぷりから
いじりづらい相手なのかなって。確かに確かに。訂正してたから。仲良くない人が相方の。たくさん、この中で誰が一番仲いいの？いや、え、あ、ちょっと、え、あ、そう、こんな考察聞いたことないよ。しゅうねさん入れてあげてひょ、しゅうねさん。はい、ごめんなさい、お茶に行きます。まだ、まだその、もっと皆と仲良くなりたいです。お願いします。そうだよね。めたいからね。断る。やばい。ゴーデンが天使の。髪よ。頭のさ、形が綺麗な人って羨ましいよな。みんな坊主にしたいよね。坊主が、ね、似合う男になれてよな。水色なんかさ、女性はさ、なんか男はさ、そんな筋肉いらんみたいに言うけどさ、筋肉はないとダサいよな。ひょろひょろ、まあ、顔がさ良ければさひょろひょろでもいいかもしれないけどさ、ひょろひょろってなんか別にダサいんだよマジで。男でしょ。赤メタさんだったか。仲良くないの、いじりづらくて仲良くないのは赤メタと。そしてどうかなと思って行っちゃって。あら、センターン。エーデンの時シャワーで見た。はい、見てます。その後逆走する形で多分メイン側に行ってます。あら、おー、メイン。赤メタさんだけ無理って言えそうです。のすけみ、猫好きを絶対。のすけはどこにいたの？猫好きがトイレやってる時に、貨物からラウンジに上がってきてるかな。ミーティングで赤メタさん一緒なんで無理っすね。誰だったっけ、センターさん逆走してその後誰かも一緒に行ってたような気がする。エラブさんじゃないかな。私がシェリフ、一緒には行ってないですよ。シユネさんがタオルタスクやってるのを見ながら、僕もタオルを集めたわけじゃねえや。何したんだっけ。あ、覚え芸の入力する側やった後、しゅうねさんと合流する形でシャワーヘッドを上から叩いてます。あ、そうですね、そうですね、うん。っていうか、まあ、寺蔵さんは弾いてる。僕はを見てないんで、もうメインに抜けた後だと思いますよ、僕がシャワーに来たのは。うん、そうだね、センターまでメインに抜けてからラウンジあたりで寺蔵さんとすれてた。てか僕を疑わないでください、初さんは。疑ってないです。あ、そっかそっか、そうだね。シェリフって誰だっけ。ミオさん。私です。ミオさんか、そっかそっか。ここになんですけど、メインの左に向かったっていうことで合ってますか。合ってる。じゃあのすけは届かなそうかなとは思ってます。ありがとう。そうするとでも誰もいなくなっちゃいませんね。しゆねちゃんの可能性か、うん、あとはかばってるとスナッパーはかめたぐらいしかないですね。ボタンを押してるからそこはもう仕方ないけど。うん、そうそうそう、赤目田さんがいなかったとかっていうぐらいしかない。さっきの投票的にマットが生きていると思っていて、ラインもあるのかなとは思っています。あ、マット生きてんだ。2票スキップだったので、うん、あ、本人と相方じゃないの。あ、そっか、その線もあるか。そうそう、だからそっか、うん、思って。金庫から出てきた赤目田さんと宿舎で合流してミーティングでずっと一緒でした。なるほど、うん、なるほど。ミオさんからのすけくん難しい。私はのすけ見えてないんですよ。僕の経路はね、メインエレキ診察貨物ラウンジなんですよね。そう、猫好きがちょうどラウンジの奥のタスク中の話なので、のすけが通ったのは、はい、うん、見れてなくてもしょうがないかな。エンタンが結構移動してる可能性あると思いますよ。あ、でもね、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れです。うん、赤目田さんがいじりづらくて仲良くないと。いやいや、ちょっと待ってください。そうなりますね。ちょっと待ってください。違う違う違う、うん、そういう意味では。いや、その推理提出したしゅうねさん鬼畜やな、ほんと。最後までしかもボタンスキップしなかったから。いや一番おいしいな、ま、その方向に行くとはと思って。いや、おもろかった。それをバッドシリーズで言ってるスナパイさんめっちゃおもろっすよ。確かに。バッド1で言うんだと思いながら。そう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 。
3回連続インポスターだからなんかあー、ま、あーってなってしまってなんかちょっと多かったですね今日ね。でも偏ってましたね、うん、僕も最初の3戦リモートします。はい、5秒前のキルです。はい、四つ葉の助は展望デッキで一緒です。無理です。停電直したのは四つ葉です。ありがとうございます。またラインだけど赤目とスナパイがバイタルになっちゃうな。そうなんだ。まあ、確かにでもスナパイさん、赤目とさん、ミオさんと、アーカイブラウンジ貨物ら辺で結構見てます。そうだね。うん。見た見た。で、私は、貨物にいる赤目とさん、スナパイさんを置いて、ラウンジアーカイブ、昇降機の手で直そうと思ったけど直った、ヌーに乗ってミーティングでボタン。私も残して最後セキュリティのアップロード終わってる時間までありますけど、ずっと診察にいる感じですか？いや、自分はね、5秒前にキルが発生した瞬間に貨物側に戻っていってる。その時に、診察の右の方で赤目田さんを見てる。そうそう、貨物でタスクをこなしてってペイさんとすれ違ったって感じ。だから赤目田さんが今回に限っては例えば貨物の弁当を使ってシャワーとかアーカイブでキルしてるならありえるかなぐらいには思っていました。逆に僕はバイタルに、うん、マット否定についてなんだけど、四つ葉直していてのすけも前に直してなかった。今後僕一発目直してるの覚えてる、みんな。だから二人マットないですよ。うん、だからあるとしたら両インポスターぐらいしかないよこのラインで。ごめんね、私四つ葉とのすけは怪しんでないかな。私が見てる可能性ある中でかばえられないと思ってるので、うん、なるほど。はい、まあパイメタかなって思って。どっちかっていうとスナパイさんが変わってるように見えるので赤目田さん釣りたいです。もう4月か。いや俺自主点検だから外して待っといたらだるい。エイプリルフールネタ何も用意してねえや。タスク無理だよね今から。タスクガチなんて俺がプルで。うん、タスクガチ無理ですか？いける？僕あと余裕でいける。次で終わる。2年前だっけ。あと7ある。やばって、つらないでほしい。もし間違ってて赤目さんで釣って終わんなかった場合はノスケか四つ葉見つけたら切ろうかなって思う。いやもうやだ、その進行。見つけられる確率のマジか。ミーティングにタスクあるんでミーティングいると思います。うん、ボタン押してください。それしか言えないからごめんね。はい、はい。赤目さんってごめんねって言いながら女殴ってそう。わあ、すいませんでした。いや全然全然。どうもどうも。なんでそんなに言ってしまったんや。死に先に出した方が白いですからね。しょうがないしょうがないです。最初の発散は白く見ちゃって気折りました、すいません。いや。亀田さんとかさ、その拓也さんの情報を誰かが持ってたらね、なんで出さへんのってまたなるもんね。そうそうそう。逆に出したらなかったというね、周りの情報が、うん、ただのすけさん、のすけさん見てるはずなんだけどな、僕のエンジンの左側で出たでしょ、のすけさん。そうなんですよ、誰かが見て、誰かもう一人いたなと思って情報に。分かる分かる、それは分かる。それも読んで出さなかったんですけどね。嘘をつけない。そうなんやって言ってたよ、のすけさん。あれおかしいな、誰かもう一人死にあったと思うんだけどなと思いながら聞いてて。仕掛けるな仕掛けるな、心理戦ですねこれが。たくさんあのチャット 見てます？見てない。チャット、あ、見てないなら大丈夫です。なんか、あ、なんかありました。悪口？悪口？いや、やめてさ、いや、違います、違います、僕じゃないです、大丈夫です。はい、僕じゃないです。もう迷宮になって大丈夫です。僕ちょっと、はい、なんもないです。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと。はい、あ、すいませんでした、いろいろ。ナイス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 。おもろかったよ、おもろかった。年度末でみんな疲れてたね。まさか、3回連続インポスターで最後もう、うん、あ、なんかあーってなって、ちょっと、ちょっとなんか、ちょっとやめようかなと思った。でも強かった、赤目田さんとスナパイさん、私どっちの二郎ラインだか分かんなかったの。二郎っていうかそのオカミラインどっちか。私目にはね、四つ葉が白かったんですよ、結構。そうなんだ、ね、そっかそっかそっか。どうしても崩せなかったので、めっちゃラインやと思って、むしろ私浮き一の私が釣り一なのかなってちょっと思ってました。そうするとテラゾーさんの釣りになってるかなって思ったんですよ、うん、強かった。ナイスショーですね。うん、楽しかった。
ハッサンが仲良くないのは赤目さんっていうのはこれつけてしまったから違う まさかの展開すぎて本当にマジでおもろかった。一番悪いのマットシェリフやからな、あれ知らん知らん。シーネさんもなかなかね、投票せずにね。あ、ごめんなさい、あれね、お茶入れてました、すいません。お茶入れながらね、いじりづらい人みたいな話してたの。めっちゃ笑った。悪魔だ。悪魔って言われちゃった。いや、でも逆に仲いいんだね。はい。もうやめよっか、この話。このやめか。もうやめよっか。やめようか。タクヤさんが書いてたのか。書いてねえよ。あれやな。あれやな。あおってんの。しょうもねえことばっかりやりやがった。おいおいおい。3連。